こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は KSC のトルーパーとピースキーパー、これにですね、ちょっとね、最近ちょっとね買い入れた各種ね、ダミーカート、これのね試着をねしてみたいなというふうに思っております。というのもですね、いろいろとリボルバーをまあご紹介するたびにダミーカートの試着なんてやってるんですけれども、結局このインサートがね、はい、前に出てれば出てるほどいろんなダミーカートが入るのはこれは間違いないわけでしてね、そういえば KSC のって前に結構出てたよなっていうのを思い起こしたら、もういても立ってもいられなくてですね、はい、いろいろと遊びたいなと。その遊びにね、ちょっとどうせだったら皆さんにもねお付き合いいただけたら嬉しいなということでね、今日やってみる次第でございます。で、この動画はですね、実は木曜日の日に撮っています。はい、ですから私が、中共ウイルスに感染したのかどうかっていうのはこの時点では分かりません。なんとか無事にね、クリアできて、はい、金曜日ちょっとね重たいね、ちょっと仕事があるのと、あと土曜日のライブですね、こんなのうまくこなせてね、はい、その上でこの動画が皆さんのお目に触れているといいなぁなんてね思っております。決心のこんな感じですよね、ボンボンボンとね、このショット確実です。で、前から見るとこんな感じなんですよ。もうすでにブレッドっぽい雰囲気が出てますよね。まあ半分ぐらい隠れてますね。最近の田中さんのやつはもっとインサートの径自体が小さくて、もうちょっとこう出ちゃってますけれどもね。はい、これでもまあ十分。で、もともとこれだけね、長い。このカートもまたね、よくできてるんですよね。改めて見るとね。はい。こういう感じでよくできてるよねっていうか。接合部というかね、ネジはここで離れるようになっていますね。これはね、発火性能もどう見ても良さそうですね。打ったことないんですけれども。じゃあこれにね、さまざま各種のね、はい、ダミカ入れていこうということでね。まず最初はね、この、はい、357マグナム用。用じゃない、357マグナム空打ちダミーカーと。この中にね、残念ながら KSC とは歌われてないんですよね。エトセトラ各社共通になりますよね。当然これだけの、はい、もともとがね長いカートのね、はい、KSC のものですから期待できんじゃねえかなと思ってね、これまずオリジナルのカートと比べてみましょう。こんな感じで、さすがにちと長いかとことですよね。ちょっと長いかな。あー残念、この状態だとブレッド弾頭部をつけた状態だとこれ入らないですね。ただすかさずですね、これを抜きゃいいわけですね。取りゃいいんですね。このネジのネジ山の長さも尋常じゃないですよね。ブローバックみたいに圧力受けるわけじゃないのに、すごい作りですねこれね。この胴の部分だけでもかなりこう 重くなりますよね。で、こっちがまあこういう感じですけれどもね、お尻はね、このカートは何回も登場してるはずなんで、これはもう楽勝で入りますね。楽しいいい年してね、本当にね、どうでしょう、ね、見栄えいいですね。はい、もちろんね、KSC のオリジナルカートもいいんですけども、これの場合はよりなんか映えますね。ね、前から見るとこういう感じになりますね。もう奥の方でしか見えないですね。雰囲気ちょっとあれなんですけれどもね。ただし、これ滑らかだ。こんな感じでね。セクシーショットも見れるということですね。はい。じゃあこいつね、トルーパーの方ならどうなんだろう。シルバーモデルに対してね、シルバーのね、シルバーというか金色のね、カート。あれ？こいつもなんとかカートが入ってるぞ。あらあらあら。随分こっちはくたぶれてるな。はい。同じような状態で保管してるんですけれどもね、やっぱ違いますね。これも同じでしょう。あ、メッキ分きついかなと思ったら、そうでもないですね。もともとこのシーテックさんの357マグナム用っていうのが、ちょっときついかなって感じですね。黒よりもね、きついですね。
多少ね。だけどスムースに入りますよ。はい。ね。ギュッ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 って感じですね。はい。OK。ね、入りましたね。じゃあこのね、これは大丈夫だったということですね。フルサイズってやつですね。で弾頭部回収してこちらに行こうと。でこれは多分このモデルを紹介した時にすでにやったと思うんですけど、ずいぶん前からね、うちの動画には登場しているシテクさんのちょっと前のね357マグナムのカートですね。これもまず事前にちょっと背比べしておきましょうか。ん？微妙だな。このグリ、なんか当時一回紹介した時に これも、あ、でも入りますね。これはどうなってますでしょう。あ、ぴったんこというかギリギリ入っていますね。ほら、ピッ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 、あ、いいですね。これ全然問題ないですね。おっと、随分不器用なこと。今ね、動画を撮りながらね、ちょっと続々感は感じてるんですよね。入りますね。作動するかどうか。大丈夫ですね。作動も異常なくします。これどうでしょう。ギリギリまで来てる分、見た目もちょっといい雰囲気になってるかな。シルバーってのもまた映えますな。ね。はい。ジュルッと。ね。こっちはどうだろう。あ、いい音しますね。プラスチックなのにね。ねえ。ふんふんふん。銀に銀ということでね。はい。まあ、これはこれってやつですかね。はい。正面から見ると、こんなイメージですね。いいですね。はい。OK です。こっちもね。ただ、これはもうやったような気がしないでもないです。じゃあ、次はね。サンパチスペシャルのカードですね。これ、これいってみましょうか。ね。空打ちダミーカード、サンパチスペシャル。ね。これですね。はい。こいつをね、ちょっとね、入れてみたいなと思います。ここにも残念ながら、KSC 登場してないですね。もっともっとね、新製品というかね、旧製品のリメイクでもいいんですけど、欲しいですね。357マグナムのガンに38スペシャルを入れてマイルドに打つっていう感じですか。はい、問題なく入りました。はい。でこれね、ブレッドの部分がね丸くなってるじゃないですか。あ、いい感じですね。ちょっと覗きますけれどもね、ここまでねインサート前に来てるところと逆にダミーブレッドがね取りづらいな、あの入れづらいなっていうのありますよね。ということでこれも大丈夫でしたね。なんかでも結局6月になってからツイッターとか、ネットで見てるとインフルエンザが逆に入りだしたなんてねのもあるみたいですね。あ、これ入らないですね。ちょっと厳しいですね。はい。このカート個体の問題なのかもしれませんけれども、シルバーの方にはメッキの分でねちょっとね入りませんでした。たまたまね今回のやつはね。はい、これは NG と。同じのがもう一種類あるのかな。これ同じやつですよね。はい。やってみましょうか。別個体で。トルーパーにだけやってみましょう。なんか同じような気がするな。あ、同じような気がしますね。もうきつくなってますね。はい。同じね、ダミーカートですけれどもね。ちょっとね、径が違うと思いますね。はい。0.1 ぐらいは違うのかな。今もう入れた感じが全然ね、違いましたね。はい。ちょっと個体差があるってことでしょうか。はい。まあ、そんなのはね、まあ、交差の範囲内に収まってれば別に普通に売るでしょうから、何の文句もないんですけれども、まあ、残念ながら入んなかったということですね。あとはね、これは今度、発火派の、ね、方なんかがもう、持ってらっしゃる方多いと思うんですけども、このオールインワンね、トリプルキャッププラス危ねえだろっていう気がしますけれどもね、まあ、リボルバーだからっていうところもあるんですけど、リボルバーだってやっぱりね、はい、
所詮プラスチックですからね。金属にしたってダイキャストはもう脆いですからね。そんなにね、衝撃とかね。お、楽勝ですね。これいいですね、見た感じも。ね。これは発火用カートなんで、あんまり弾頭部のね、絵面には期待できないところありますけど、一応こんな感じでね、うっすら覗けるということですね。はい。ちょっという感じです。はいはいはい。これはシルバーというか、あのメッキものにはどうなのかな。あ、これで大丈夫ですね。大丈夫ですね。いいですね。かわいいかわいい。はい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 。はい、綺麗に入りました。大丈夫でした。はい。ということで、この、はい。恐るべきね、オールインワントリプルキャッププラスワンカートはね、はい、問題なくね、KSC のモデルガンにも入りました。はい。キャップの数に関してはね、私はね、本当に生真面目な人間なんで、MG キャップとかね、キャップ回復は一発ずつ使いましょうというのをね、かたくなに信じて、はい、それを守っておりますんで。まあ正直、自分の銃壊すのも嫌ですしね。はい。じゃあ、あとね、ローダーですね。ローダー、前回これ単体でご紹介した時にちゃんとやったのかな。なんか自信がないな。とりあえずね、この Python 用のやつをね、使ってみましょう。多分これで入ると思うんで。ふい。ちょっとね、上から押してやんないとパチッとはまらないですね。今大丈夫です。危ね。銃の上に落とすとこだった。ね、パカーン。ジャキッ。ギュッ。いいですね。入りますね。はい。バッチリです。なんかオリジナルのカートが一番かっこいいとか純正がそんなこと言ったらシーテクさんに怒られちゃう。これかっこいいな、このカート。改めてやっぱりね、時々たまらなくね、こう遊びたくなるんですよね、これでね。はい、ほんとリボルバー、まあオートのね、装填廃墟ももちろん楽しいんですけどね、リボルバーはね、一発ずつやってみたりローダーでやってみたりっていう、その分がね、バリエーションがありますよね。カチャッとトントンと、よし、はい、カパッ、軽くていい音しますな、これは。 ABS はね、はい、どうかな、入りますね。ちょっと格好良くなかったけれども、ビシッと入りました。いかがでございましょうか。ギュッてね、え、もう若い時なら、シルバーで ABS なんて感じでね、まず手にしなかったモデルをね、今本当にありがたくコレクションしてるっていうね、人間のね、はい、心の変化っていうのはね、まあ、確かにこのね、ヘビーウェイトのね、渋い肌合いといいね、重さっていうのはいいんですけれどもね、やっぱりね、はい、ね、ピカピカのこのメッキ物もね、いいですね。で、今回ちょっとご紹介したかったのは、前回もそうだったと思うんですけど、多少この辺にね、曇りがもう出てきてるかなっていう、多分前回ご紹介の時もすでに出てたと思うんですけど、こんな感じでね、そうですね、2年に一遍ぐらいずつね、もし動画が続けられるんであればね、ご紹介できたらいいななんていうふうなこともね、合わせて思っております。ということで、今回のサンリボはですね、はい、各種ダミーカートがですね、はい、この KSC のね、ピースキーパーおよびね、トルーパーね、これにね、適合するかどうかっていうのをね、確認がてらね、遊ばせていただきました。ではまた。